軽井沢の土地価格上昇が続いています。皆さんこんにちは、桜井太一です。夫婦でやってるチャンネルではありますけれども、事情がありまして今日は私一人でお届けします。皆さん最後まで見てくださいね。先週の軽井沢ニュースでお伝えした軽井沢の町内のですね、基準価格、基準の地価ですね、上昇しているというニュースありましたけれども、これちょっと今回はですね、深読みしてみようかなということで、いろいろとですね、数字なんかを交えて分析して、今後の軽井沢はどうなるのかみたいな話をしたいなと思っております。まずはじめにですね、一般的な土地の価格の上昇、これに影響する要因なんですけれども、こんな感じになっておりまして、まあ、経済成長とか人口増加、そして低金利政策、インフラ、あとはですね、投資の需要だったりとか、あと土地の希少性。まあ、このあたりはですね、まあ、軽井沢独特というよりは、マクロ的な要因ですので、低金利政策に関しましては、3月19日ですね、今年の2024年、金融政策決定会合というのがあったんですけれども、日銀マイナス金利の政策を解除したっていうのがありました。一方でですね、メガバンクですね、これが確か9月だったかな、住宅ローンの金利ですね、変動型を引き上げようということでして、短期プライムレート、これはですね、年 1.625% に上げました。まあ、とはいえですね、そんなに日本ってまだまだ、金利がですね、ものすごく高くて、高いからちょっとローン買うのやめよう、このローン組んで買うのやめようみたいな、そういう状況には、アメリカなんかをね、知ってるとね、なってないかなとは思って、まあ、金利は多少影響するとは思うんですけれども、まだまだマクロ的にはですね、住宅需要あるかなという状況になってます。で、ここまではですね、マクロ的なこと、まあ、土地の希少性とかはね、軽井沢は変わらず、ずっと希少、あまり出ないなっていうことなんですけれども、軽井沢特有のですね、地価上昇の理由というのがありますので、それをですね、この動画では深掘りしていきますよ。皆さん、ついてきてくださいね。5つ挙げまして、1つ目が別荘需要ですね。2つ目が移住需要。続きまして、商業地需要。それから、需要というよりは、魅力が高まってるっていうところで、観光地としての魅力と、避暑地としての魅力というのがあります。ここから見ていきます。まずは別荘需要についてなんですけれども、軽井沢は昔から避暑地として人気のあるエリアで、特にですね、富裕層の別荘購入みたいなのが続いているっていうのがあります。こちらはですね、データなんですけれども、Google トレンドですね。軽井沢と組み合わせて何のキーワードを、検索したかっていうデータのトレンドですけれども、これ見るとですね、まあ、やはり別荘っていうのはとても人気で、特にですね、これ1年の間で波があるんですけれども、夏になると毎年ですね、増えますね。でタイミングとしては、コロナ禍の時に、最もこう、大きな需要があったという感じなんですが、富裕層の需要というのがあります。ただですね、最近では、この中古っていう言葉がですね、結構トレンドとしてこう、昔よりも、これ10年スパンで見てるんですけども、上がっているんですよ。このリノベーションだったりとか、リセールっていうところで、かなりですね、中古市場も活発になってきてるんじゃないかなっていうのが伺えます。加えてですね、別荘以外にも特に注目したいのがですね、移住っていうところになります。実際こちらはですね、軽井沢町が発表している統計なんですけれども、まずはじめに人口動態ですね、2万1000人という数字です。確か2万人超えたのが2021年とかなので、まだまだですね、こう、まあ2桁成長までいかないですけども、結構この少子化の時代に増えてるなっていう感じですね。それからですね、これ面白いデータだなと思って持ってきたんですけれども、上下水道化による用途別戸数の状況、水道のですね、使っている戸数っていうところなんですが、これを見ていきますと、平成26年と比較して、一般住宅において、常住、まあ、常に1年間使っている方で 17%、別荘が 5% っていう増加率なんですね。でこれ見ると、まあ、常住している人が増えている。数年軽井沢で過ごす人が 17% も増えているっていうのは、これ結構大きな数字なんじゃないかなと思いますね。
続きましてもう一つですね、常住の人が増えてるなっていうのが、交通の統計なんですけれども、これが軽自動車の所有状況という数字があって、平成27年4102からですね、すごいですよ。令和6年4873まで上がってます。同じ統計でですね、軽自動車以外の普通車はなかったんです。多分、管理が違うからかな。なんですけれども、これ見る限りはですね、生活、特に軽自動車って近距離、比較的近距離で生活に使うっていうことだと思うので、ここにですね、まあ、定住の人増えてるよっていう数字がよく表れてるのかなと思いますね。このミニカーってなんだ?気になりますけどね。はい。次はですね、商業地の需要です。これも結構面白い数字があってですね、上下水道をこれ個数じゃなくて給水量で見た同じ上下水道課の統計なんですけれども、平成26年に比べて一般家庭で 14% 増、まあこれ先ほどのですね、定住っていうところと同じですけれども、ほぼ同じですけれども、営業用がですね 19% の増加になってます。ですので、こう生活している人よりも商業で、水道がより使われるようになっているっていうところなので、まあこれはおそらく旅行者の影響もあるのかなっていうところですね。まあ外食したりとかホテルとか、まあそういうところだと思いますけれども。で、続きまして観光っていうところの統計を見ていきますと、これがですね、宿泊業の変化の統計です。見ていきますと、ペンションがですね、令和2年から、こう、収容人数で見るとすごい減ってますよね。件数で言っても、57から53。まあ、件数は微減って感じですかね。対してですね、ホテルの数が53から59というふうに非常に伸びているっていうところがあって、あとですね、この統計には出ないんですけれども、宿泊費、コロナ前よりも単価が上がっているっていうですね、コメントを、やっぱ YouTube ライブとか、この動画のコメントとかでもすごいいただくんですね。で、実際にどうなのかってところなんですけれども、インディゴ軽井沢さんとかがすごいいい例かなと思ってまして、コロナ中にオープンして、コロナ禍も営業してますけれども、まあ、宿泊単価がですね、結構高いっすよ。海外の方の方が、宿泊としては目立つという、まあ、実際に、ね、数、私はわかんないですけれども、多いっていうことなので、まあそういうよりですね、宿泊の客室単価が高いっていうホテルが増えてるなっていう実感はあります。まあ既存のホテルも上がってというのがあります。4つ目の要因として観光地としての魅力というお話なんですけれども、残念ながらですね、今取っている統計は令和5年までしかないので、これが観光客数の推移ってところなんですけれども、コロナ前の水準には去年の段階では回復してないと。去年度の段階では回復してないということになりますね。令和6年は結構夏、人いた印象なんですよ。で、加えてですね、商業施設がオープンしたっていうのは2つ、観光地としての魅力が上がった原因かなと。一つ目がですね、軽井沢のコモングラウンズ。そして、2026年なんですけども、軽井沢の北口に新しい商業施設ができるということで、今もね、工事してますけれども、なっているので、こういう観光地としての魅力も、まあ今よりもさらに5年後、高くなってんじゃないかなっていう、あたりか、千ヶ滝の、プリンスホテル跡地もね、再開発されるらしいので、まあ、さらにですね、多くの商業施設がオープンしているんじゃないかなと、3年5年で思います。最後はですね、避暑地としての魅力ですね。これは温暖化による影響っていうところなんですけれども、今年の夏、皆さん、めっちゃ暑くなかったですか?正直、軽井沢に住んでいても、夏バテをするレベルだったんですけれども、真夏日がですね、10月でも観測されるっていう状況になってます。首都圏、だったりとか、福岡とかね、名古屋、大阪、都市圏の数字ですけれども。で、これを踏まえると、こう、なんだろうな。今の、避暑地としての魅力、20年前の避暑地としての魅力、皆さん、どちらの方が高いと思いますか?おそらくですね、今の方が軽井沢の避暑地としての価値は上がっているんじゃないかなと。まあ、こう、都市圏でですね、こう、真夏日あるいは猛暑日になる日数っていうのも、これから、おそらく減ることはないと思うので、
そういう意味でですね、こう、秘書っていうキーワードが、まあ、今でさえこんな暑いんでね、まあ、10年後、20年後で言ったら、かなり軽井沢、今よりもさらに秘書として魅力が上がってるかもしれないですよね。まあこれいいのか悪いのかわかんないですけども、っていう状況になっております。はい、ここまでですね、軽井沢の地価上昇の理由っていうところをまとめてきたんですけれども、実際にですね、この基準地価を見てみても、スポットベースではなくてエリアベースで地価上昇が上がってるんですよ。これがかなり大きな、軽井沢全体の魅力がね、上がってるっていうところかなと思っておりまして、今ですと特定の別荘地とかね、そういうところが、まあ、投機目的などもあって買われてたっていう印象があるんですけれども、町内全域で、こう、地価上昇が見られるっていうのは、ただのこう、バブル、投機目的じゃないんじゃないかなっていうのが私の実感でして、最後にね、話したね、秘書としての魅力、まあ、これが下がることがないっていうのが、かなりこの軽井沢の地価が盤石かなっていう思う一つの理由でもありますが、まあ、このですね、地価上昇が、まあ、どこまで続くのかっていうところ、まあ、大きな経済危機だったりとかですね、円の暴落だったりとか、まあ、そういうこともシナリオとしてはなくはないので、断言はできないと思いますし、私もね、そんなに経済の評論家でもなく、不動産業界にいるわけでもなく、勝手なことは言えないですけれども、ひとまずこの上昇傾向は数年は続くんじゃないかなと考えているところです。はい。本日もね、最後まで動画を見ていただきまして、ありがとうございました。一人でお届けしましたけれどもね、しかも、めっちゃ固い話題でしたけれども、何かね、軽井沢に土地を買おうとかですね、あるいはすでに土地を持っているとかっていう方は、まあ、売買のタイミングとかね、あると思いますので、ぜひ一つね、参考にしていただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、高評価、そしてチャンネル登録。また、当チャンネルが続きますように、スーパーサンクスで応援してください。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。